ヴィンセント・トマス・ロンバルディは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク出身のアメリカンフットボールコーチ。1959年から1967年の9シーズンにわたり NFL グリーンベイパッカーズのヘッドコーチを、1969年シーズンにワシントン・レッドスキンズのヘッドコーチを務めた。ヘッドコーチとして、通算で105勝35敗6分け、勝率。 750という成績を収め、負け越したことはなかった。彼がパッカーズを率いた、ポストシーズンでの通算成績は9勝1敗で、その間に5度のリーグチャンピオンシップ優勝を成し遂げ、そして第1回及び第2回スーパーボールを連覇した。ロンバルディの人気は、当時リチャード・ニクソンが1968年の、 大統領選挙において、ロンバルディを副大統領候補にしようと思ったと言われたほど高かった。ビンス・ロンバルディは、ナポリ生まれで、食肉業者の父、ヘンリー・ロンバルディと理髪剣の娘でブルックリン生まれの母マチルダ・エッツォとの間に生まれた。ビンスは、南ブルックリンのシープスヘッドベイ地域で育ち8年間パブリックスクールに、通った。1928年、15歳の時、 ロンバルディはカトリック教会神父になるためイマキュレットコンセプションカセドラルカレッジに入学した。2年後、この進路に進むことを止めサンフランシスプレパラトリースクールに転校した。そこで彼はアメリカンフットボールチームで活躍し野球も行いオメガガンマデルタフラタニティの創立会員になった。ロンバルディは彼の生涯を通して経験なカトリック教徒だった。 1933年、ロンバルディはブロンクスクにあるフォーダム大学で新人のヘッドコーチジム・クローリーの下でプレーするためフットボール奨学金を得た。クローリーは1920年代のノートルダム大学のフォーホースメンの一人だった。ロンバルディの体格は身長172.7センチ体重83.8キログラムで、 ホーダム大学が25連勝を挙げる立役者となったセブン・ブロックス・オブ・グラナイトとして知られるようになる強力なフロントラインの中では小柄なガードだった。後にノートルダム大学のヘッドコーチになるフランクリーがロンバルディのポジションコーチだった。大学ではロンバルディは優秀な学生で1937年にビジネスの学士号を取得し、優等で卒業した。 二年間金融会社に勤めた後、1939年に、ロンバルディは、ニュージャージー州イングルウッドにある、セイセシリアカトリックハイスクールのアシスタントコーチ職を、引き受けた。チームのヘッドコーチは、フォーダム大学時代の元チームメイトで QB だった、ハンディアンディ・パラウだった。この時ロンバルディは26歳で、ラテン語、科学、及び物理も教え、 ハイスクールでの年収は1800ドルに満たなかった。ロンバルディとパラウはハイスクールから道路を挟んだ向かいの下宿屋でルームシェアして住んだ。家賃は修学1.5ドルだった。1940年、ロンバルディはフォーダム大学のチームメイトジムローラーのいとこだったマリー・プラニッツと結婚した。1942年、アンディ・パラウはフォーダム大学へ行き、ロンバルディは セイセシリアのヘッドコーチとなった。ロンバルディは8年間セイセシリアのコーチを務め、1947年にフォーダム大学のフットボール及びバスケットボールの新入生チームのコーチに、翌1948年にはフォーダム大学代表チームのアシスタントコーチになった。1948年シーズン、ロンバルディはウェストポイントにある。 陸軍士官学校のアシスタントコーチも引き受けるようになった。ここでの経験が彼の後のコーチングスタイルに大きな影響を及ぼすことになった。ロンバルディはヘッドコーチるブライクの下でオフェンシブラインコーチを務めた。ブライクの実行力を重視したスタイルは後のロンバルディの率いた NFL チームの特徴になった。ロンバルディは ウェストポイントで5シーズンコーチを務め様々な結果を残した。1949年、1950年、及び1953年は成功したが、1951年と1952年シーズンはうまくいかなかった。これは1951年の士官候補生、カンニング事件がフットボールチームのタレントをひどく疲弊させた結果によるものだった。 陸軍での5シーズンの後、ロンバルディは NFL ニューヨークジャイアンツのアシスタントコーチに就任した。ロンバルディのプロフットボールコーチとしてのキャリアは41歳になった1954年シーズンから始まった。彼は NFL ニューヨークジャイアンツで新任のヘッドコーチ、ジムリー・ハウエルのもと、後にオフェンシブコーディネーターと呼ばれるポジションに就いた。3年目のシーズン、ロンバルディは 若いディフェンシブコーディネーターのトムランドリーラと共にジャイアンツをチャンピオンシップチームに仕立て上げ、シカゴベアーズを破り1956年シーズンのリーグタイトルを勝ち取った。ロンバルディはフランク・ギフォードを徴用し、オフェンスではハーフバック、ディフェンスではロンバルディオリジナルのポジション、ディフェンシブ、ハーフバックとしてプレーさせた。1959年1月、 ビンス・ロンバルディは45歳の時にグリーンベイ・パッカーズのヘッドコーチ兼ゼネラルマネージャーとして招聘された。グリーンベイ・パッカーズは1958年シーズン1勝10敗1分けという成績だった。ロンバルディは厳しいトレーニング計画を作成し、絶対的な献身と努力を選手たちに求めた。1959年シーズン、パッカーズは改善され、 7勝5敗でシーズンを終えた。ロンバルディは、就任2年目の1960年シーズン、パッカーズを率いて、NFL チャンピオンシップゲームに進出した。しかし、試合終了直前、エンドゾーンまで9ヤードの地点で、パッカーズのフルバック、ジム・テイラーは、チャック・ベドナリクに止められ敗北した。ウェンプライド・スティル・マタードによれば、敗戦後ロンバルディは、 チャンピオンシップゲームでの敗戦は受け入れがたいと述べ、その後彼の指揮する間二度と繰り返されることはなかった。試合の直後、ロンバルディは、かつて彼が理想とした職である、ニューヨークジャイアンツのヘッドコーチになる機会があった。熟慮の末彼は、断ることにし、ジャイアンツは代わりにアリー・シャーマンを招聘した。バッカーズは、NFL タイトルをかけジャイアンツと対戦し、 1961年シーズンに37対0。1962年シーズンにはヤンキースタジアムで16対7で勝利し、ロンバルディが指揮した9年間で獲得したいつのタイトルのうちの最初の2つになった。彼のその他のポストシーズンでの敗戦は1964年シーズン後のプレイオフボールでセントルイスカージナルズに敗れたものであるが、これはエキシビションゲームに位置づけられている。 ロンバルディスウィープ、編集パッカーズのコーチ時代、ロンバルディは、ノートルダム大学出身のクォーターバックで、ハイズマン賞を受賞したポール・ホーナングをハーフバックに、コンバートした。ロンバルディは、ホーナングのためのプレイをデザインした。これは、古典的なシングルウィングフォーメーションのコンセプトである、右のオフェンシブライン面がアウトサイドをスウィープし、ダウンフィールドでブロックを行うというものを元にしており、 ロンバルディスウィープ、またはパッカーパースウィープと呼ばれるようになった。このプレイは、もともとは彼がジャイアンツコーチ時代にフランク・ギフォードのために考案したものだった。詳細は、1967年 NFL チャンピオンシップゲームを参照アメリカンフットボール誌の中で最も有名な試合の一つ。1967年12月31日、ロンバルディのパッカーズが、 ダラスカウボーイズをグリーンベイに迎えた一戦で、後にアイスボールと呼ばれるようになった。試合終了まで残り16秒3点ビハインドだったパッカーズはサードゴール、ダラス陣1ヤードの地点で最後のタイムアウトを取った。その前のハーフバックのドニー・アンダーソンによるにプレーはいずれもゲインできなかった。当初ショートヤードをゲインするために用意された、Q、b バートスターが フルバックのチャック・マーセンにハンドオフするプレーをロンバルディは考えていたが、QB のバートスターはゴール前が凍っているため足元がかなり不安定だと感じており、自身によるクォーターバックスニークを提案した。ロンバルディはこれに同意し、FG による延長戦ではなくこのプレーで決着をつけようとスターをフィールドに送り出した。センターのケン・ボーマンと右ガードのジェデー・クレーマーが、 ダラスの左のディフェンシブタックル、ジェスロピューを、ブロック、スターはこの試合2個目のタッチダウンを奪い、勝利した。ボールを受け取ろうとしたマーセインの手は空を切り、彼はそのまま突っ込み、結果的に、スターのスニークを助けることになった。ロンバルディはなぜ、フィールドゴールを選択して、同点を狙わなかったのかについて説明する中で、我々は賭けに出、そして勝ったと語った。2週間後、 パッカーズは第2回スーパーボールにおいてオークランドレーダースを下して優勝した。これがロンバルディのパッカーズヘッドコーチとしての最後の試合になった。ロンバルディは1967年シーズンをもってパッカーズのヘッドコーチを退き、1968年シーズンはゼネラルマネージャーに止まった。彼は公認のヘッドコーチとして 彼のアシスタントコーチを長く務めたフィル・ベングトソンを指名したが、チームは6勝7敗1分けでシーズンを終え、プレーオフ進出はならなかった。1969年シーズン、ロンバルディはそれまで14シーズン連続で勝ち越していなかったワシントン・レッドスキンズのヘッドコーチに就任し、7勝5敗2分けの成績を収めた。ロンバルディはチームのユニフォームデザインを パッカーズの影響を受けたものに変更した。ジャージの袖を金と白で縁取り、後に金色のヘルメットに有名なパッカーズの G モノグラムに似た丸の中に R を描いたものにした。ロンバルディが作ったチームの土台は1970年代初期に元ロサンゼルスラムズコーチのジョージアレンの下でのレッドスキンズの成功の基礎となった。1970年6月の終わり、ロンバルディは 体調の変化を感じ、ワシントンでの2年目のシーズンのトレーニングキャンプに入る数週間前に大腸がんと診断された。長い間消化器系の問題に悩まされていたロンバルディは大腸内視鏡検査のために病院に行くことを避けていたため発見が遅れた。彼はジョージタウン大学で診察を受けたが、その頃にはがんは大腸から肝臓、腹膜、 およびリンパ節にまで転移していた。処置した主要学者はこれまでに見た最もひどい症状だったと語った。ロンバルディは10週間後の1970年9月3日に57歳で死去した。9月7日にニューヨークのセントパトリック大聖堂で行われた葬儀には多くに人々が参列した。名誉棺側付き添い人にはバートスター、ポール・ホーナング、ウィリー・デイビス、 トニー・カナデオ、ウェリントン・マーラ、ディック・ベルギニオン、およびエドワード・ウィリアムズが名を連ねた。ザ・ピープルの記事による限りでは、ニックソン大統領は、電報で長寿を送ったという。ロンバルディの死から1週間後、NFL のスーパーボールトロフィーは彼に敬意を表し、ビンス・ロンバルディトロフィーと名付けられ、第5回スーパーボールから授与された。1971年には、 プロフットボール伝道に祀られた。ビンス・ロンバルディは、ニュージャージー州、ミドルタウンにあるマウント・オリーブット・セメタリーの、彼の妻と両親の隣に埋葬された。ビンス・ロンバルディは NFL を代表する人物となった。1962年12月22日、タイム氏の60年代のスポーツ特集号において、NFL の顔として彼が表紙を飾った。 ロンバルディの下でプレーした選手たちは彼を深く敬愛し、彼のハードワークと献身を称賛した。さらに、ロンバルディはプロフットボール史に大きな足跡を残し、彼のコーチング哲学やモチベーションを上げさせるスキルは伝説的になった。ロンバルディは何よりも勝利を第一とすることで有名であり、後に繰り返し引用される多くの発言を残した。 ロンバルディタイムとは常に予定より10から15分早く到着しなければならず、それより遅れればそれは遅刻とみなすという理念を表す言葉となった。またフットボール界にとどまらず彼の名言は今でもアメリカのビジネス界でたびたび引用されている。ロンバルディは NFL にゾーンブロッキングのコンセプトを導入した。ゾーンブロッキングはそれまでの常識だったオフェンシブライン面が個別に、 マンツーマンでブロックするのではなく一つのユニットとしてブロックを行うものである。ランニングバックはゾーンブロッキングで作られたどのホールにでも走れるよう指示された。ロンバルディはこれをランニングツーデイライトと呼んだ。彼の息子のビンス・ジュニアを及び元パッカーズのジェリー・クレーマーの電気をもとにロバート・デ・ニーロ主演で映画が制作されることが決まり2012年の スーパーボール頃に公開予定となっている。If it doesn't matter f o wins or this, they keep score? 勝敗は関係ないというなら、なぜ彼らはスコアをつけるのかね。We didn't lose, we just ran out of time, 負けたのではない。時間がなくなっただけだ。ありがとうございます。